でかっこいいの。久々にいたしました。はいどうもこんにちは、ビジマイです。今回ですね、とっても簡単にできるですね、こんな感じの2パケのカーディストリーでございます。まあ3パケもできるんですけれども、打ちましたね。はい、安定だよ。とても簡単にできるですね、カーディストリーでございますので、何かの手癖だったりとか参考にしていただければなと思います。それではちゃちゃっと解説いってみましょう。ウィッ、虹色、病院、お、まあまあ広がるかな。かっこいいなこれ。久々出しました、さっきも言ったね。はい、シュバシュバシュッ、チョンチョン、ビュッ。はい、では解説していきます。まずですね、まあ、半分ぐらいでもいいし、すごい少ない枚数でもいいんですけれども、半分またはですね、こちらのパケットが少ない方が個人的にはやりやすいかと思うんですけども、まあ、半分がちょうどいいかな。こういう風にギューッとずらしたらですね、こんな感じ、ここぐらいまでずらしたら、今度は人差し指、親指でこのパケットを挟んでですね、くるんっていう感じにするんですけど、どうやるかというとこんな感じです。はい、わかった。これない状態にしますね。このような形にしております。まあ、よくあるムーブですよね、この形ですね。ピュ、はい、これです。これをやっております。まあ、デッコを持ちながらね、こういう感じでやってるという感じですね。で、受け取ってしたら、このようなポジションになるので、くるーんと回転させながら定規を入れ替えてパターリ、こんな感じ。はい、これだけのカーディストリーでございます。取れなかったよ、クラブのキング。半分また少ない感じで、こちら残してで、くるりんパタリっていう感じでございますね。まあ2パケでできますし、あとはですね、1回このように3分の1ぐらい渡したら、今日のやつをやってパタリと。なんでこうすると3分割のカーディストになるかなという感じでございますが、まあお好みでやってみていただければなと思います。1回2回目でくる、そしてくるりんって感じですね。簡単だよ。で、一応小ネタではございます。この3分割でですね、こういう風に渡して、で、ここでブレクというか、こういう風にやっといて、くるんってやったら、一応ですね、フォールスカットにはなります。ね、クラブの2、ダイヤの4。一回やって、ヒュー。で、ここで重ねないで、このようにしたら、一応フォールスになりますので、まあそこもですね、小ネタではございますが、何かの参考にしていただければと思います。で、ここ完全に重ねちゃうと、ね、ボトムは変わっちゃう、両方変わるわ、うん、重ねなければフォールスになるという感じでございます。小ネタでした。で、この部分をもうちょっと詳しく解説するんですけれども、まあ、どういうことをしているかというと、このようにしたらですね、中指を離して、人差し指と親指だけで持って、ヒューッと、まあ、こんな感じにするとこの動きがねできるという感じなので、まあ、そこが難しい方はこんな感じの反復練習していただくとすぐにできるんじゃないかなと思います。で、今回はですね、結構それを持った状態でやるという感じでございますね。意外と簡単にできるので、ぜひやってみてね。はい、じゃあ前回と同様ですね、簡単ではございますが、こちらの角度からも解説していきます。まず半分またはちょっとですね、少ないのをこちらに残して、ふーっと人差し指下げます。で、親指と人差し指、中指で持って、中指を離して、ピョン、こんな感じですね。そしてこちらを回転させながら持ってきて、上下を入れ替えるっていう感じでございますね。で、これで物足りない方は1回2回やって、2回目を今みたいな感じですね。で、重ねないでこのようにしてヒューってやれば、一応フォールスにはなりますので、なんかマジックの時もですね、一応使えるかなと思います。まあプチ参考にしてください。そこら辺は1回シュ、1回ここに重ね、なんでもないです今のは。1回2回目シュ、重ねないで、こんな感じですね。まあ重ねても別にね、カーディストリーで使うんだったら全然いいかなと思います。あと重ねた方が楽だしね。はい、このような感じでございます。簡単だべ。はい、ということで今回もですね、短くはなりましたけれども、こちらのプチ2パケのカーディストリーのご紹介でございました。何かの参考にしていただければなと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしかったら高評価、また低評価の方していただくことですね、何かの参考になりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回のカーディストリーなんかでお会いいたしましょう。バイバイ。全然ダメだな、久々開けたからサラサラだわこれ。
まあでもサラサラトランプだよね、これ結構やりやすいのでぜひやってみてね。久々に出したこれマジかっこいいわ、ちょっと使おう。高かったけど See you。 あっち今日は蒸し暑いね、台風がまた近いらしいです、気をつけよう。